どうもー、世界数少ない100億人のカラコアの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。11月3日でございます。はい、はい、今日もね、まあ、うん、朝一から狙っていくんですけど、いきます。昨日打った特に仕事人がね、かなり良かったんで、ね、まあ釘は多分変わらないかなと思うんですけど、うん、設定ね4だったんで、昨日おそらく、うん、それできれば正規だったらね、うん、狙っていきたいなっていうふうに思ってます。だね、やりたいね。うん、まあ2時間ぐらい打ってね、設定差が出なかったら多分変えられたなと思って、うん、打つ感じですかね。うん、そうなんですね。はい、いいと思います。うん、了解でございます。はい、今日の目標お願いします。今日の目標、足明日の目標ってどうすんだよ、俺。バカか。寝ぼけすぎですね。寝ぼけすぎで。はい、起きてください。はい、すいません。はい、今日の目標は、はい、大当たり行こうね。右打ちランプの台を打った場合、うんうん、ちゃんと右打ちランプを拾いに行くです。どういうこと？右打ちランプの大当たり後、右打ちランプの人とかしっかり右打ちランプとか、大当たり後に右打ちランプを見に行くってことですかね。あ、そうそうそう。右打ちか。そうですか。ごめんなさい、ぐたぐたです。はい。すいません。時間ないんで、ここら辺にしましょう。はい、すいません。行きます。行きます。どうもこんばんは。こんばんは。パチンコエクストリーム。見たことある。見たことある、それ。え、見たことある、それ。見たことある。斬新だと思ったんですけど。ああ、なんかあっちゃんだったような気がするんだよな、それな。前田あっちゃん。前田あっちゃんじゃない。中田敦彦。パーフェクトヒューマンの方だ。そっちは知らないですね。あ、知らないんだ。ちょっとオフェクトヒューマン。オリジナル。オリジナル。オリジナル。はい、すごい。僕のパーフェクトシューマンのイメージでやったんですけど。すごいね。うん、それで、ね、いいよ。すごくいいアイデアだと思う。うん、はい、うん、パクリやろ、パクリ。やめろやめろ。はい。今日はね、うん、まあ最初ね、リングと、あの昨日って言ったら打ったんですよ、リングと、うん、仕事にまだちょっとね、うん、はい。で、まあ、設定変わってなかったらいいなと思ったんですけど、うん、いや便利ですね、うん、もう1回転目でね、もう設定変わったっていう示唆が出たんでね、うん、学訓してね、うん、確実に学訓してたんであればね、はい、はい、1回転目で、まあさすがに設定変わって上に上げてくるってことはないと思うので、うん、まあもう無理だろうと、うん、いうことを早めに見切ってね。そうね、うんうん、3連休真ん中だしね。そうですね、うん、で釘見たらね、まあ刑事本当は朝から打ってかかったんですけど、うん、まあ、全体的に締めモードな感じでしたね。うん、回んなかったもんな。そうですね、うん、実際さすがに今日何言ったか覚えてますよね。うん、覚えてるよ。何ですか。まあリングしよう、仕事人でしょ、うんうんうん、で、その後に言ったのが、はい、嘘でしょ刑事。嘘でしょ。嘘でしょ。それ俺ね、はい、今日の帰りのバイクの時に思ったんだよね、はい、あれと思って、俺今日3台打ったよな多分と思って、はい、2個目何打ったっけなと思って。相当やばいですね。相当やばいですよ。しかもなんだっけ。しかもまあまあ連チャンしてましたよ。まあまあ連チャン知ってるのに忘れるってね。サミーさんすいません。サミー？サミー？これサミーだよねって聞いてきたでしょ僕に。その発言をしたら覚えてる。その発言をしたら覚えてたけど。見りゃ分かんだろ。ああ、まだだ。思いましたけど。ああ、思いました思いました。あの、ガオガオキング3ですね。そうですね。そうだそうだ。初めて打ちました、ガオガオキング3を。ってね、そうだそうだ、うん、俺ちょうど昨日ね、ツイッターでね、はい、フォロワーさんが、うん、ガオガオキングの2かな、うん、なんか打ってたんですよ。2か3のライトミドルのやつ、うんうん、打ってて、あ、こんなんあるんだ、打ってみたいですねって、たまたまツイートした次の日の今日に、はい、ガオガオキングを打つことになると思わなかった。
あーすごいですね、うん、そう なんて奇跡だと思って、あまさかと、あでもなんか今なんか西村さんのメンタリスト的な感じで今日やられてたかもしれないですね。え、いや僕がいつも大これ打ちましょうって大体決めるんですけど、うん、まあ僕が決めたような感じ僕は吸い込まれてたんですけど、うん、西村さんがそういえばなんかガオガオキングを予測じゃねみたいな感じでなんか言ってきて、ちょっと僕が決めたみたいな感じでちょっと洗脳されてたかもしれないです。洗脳されてた、メンタリストがいましたって。実は誘導してた、実は誘導してた。でも俺ねおすすめしたじゃん、はい、おすすめした時ガオガオキングってよく分かってなかったから、ね、なんか茎が空いてそうだなと思ってこれどうっていう。そんなレベルだった。で座ってから、うん、ガオガオキングって言うんだこれと思って、これかと思って。ただのバトルした。失礼しました。たまったまでした。まあ、ガオガオキングもねまあまあな回転数だったんですけどね。うんそうだね、うん、でもなんかボーダーが221.5 ぐらいな感じなんでね、うんうん、そこまで25回ぐらいだったんだよね、うん、うまみないかなと思って、うん、うん、まあそうだね、うん、でまた北斗エイトやってね、うん、北斗エイトもまあ僕の代25ぐらい、うん、西村さんの代が 21.5 ぐらい、うんうん、ですね、うん、まあちょっときつかったですね、うん、うん、きつかったね、あれはね、うん、ちゃんと拾えたけどね、電柱とかね、ああ、そうですね、うん、何回転かは、はい、うん、で、まあ最後ちょっともうこれダメだったら僕は株価っていうことで、うん、刑事打ったんですけど、うん、まあそこでね、結構出玉が出たんですけど、うん、ただ、稼働量的にはかなり低かったんでね、うん、稼働量、稼働機械値、うん、うんうんうん、まあ、回転数がいまいちでしたね、うん、だったね、これだって何回転よ、16.5 回とかだったかな、確か、あ2500発使って、うん、ちょっと厳しめでしたからね、うん、うん、辛かったなですね、うん、まあたまたま当たってくれてよかったけどね、うん、うん、2400発が2回、3回ぐらいかな、はい、もう早めに当たって、うん、ちょっとね、熱中したんでね、はい、結果、2人でマイナス1000円くらいという中途半端で地味な結果になりましたね、うんうん、一番面白くないことになっちゃった、はい、今日は西村さんにいくつか言いたいことありますよ。言いたいこと、はい、何、いくつか言いたいことわかりますか、僕に、いくつか言いたいこと、はい、僕に、はい、分かったっけ、え何の件、選択の権利はないです。パチンコにおいてですよ。パチンコにおいて、はい、パチンコ先に言ってくれ、先に言ってくれ、はい、何だっけ、何かしたっけ。どの台、あ、まあ刑事か、刑事の、いや、まあ刑事とガオガオですね、刑事とガオガオ、はい、え、なんか言ったっけ、なんか言ったっけな、刑事とか青顔、うん、左に打っちゃった。いや、もう漏れ打っちゃったか、漏れちゃった、はい、やっぱりこの時間を作ってよかったですね。はい、まあ今日のね、まあ授業といきましょう、はい、今日のあの西村さんいいですか、はいはい、時短とか確認が終わりますよね、あーはいはいはい、終わったら電柱を最後まで入れて終わりましょうっていうことですよ。ああ、それね。うん。ガオガオキングでも、ちょっとね、あの最近の台特にあの電柱とへその振り分けが結構違う台が多いし、うん、絶対に電柱の方が振り分けがいいんですよね。はいはいはい。特にガオガオキングで言えば、ST 入るのがへそだと 1% しかないんですけど、うん、電柱だったら 100% 入るし、うん、しかも振り分けも高い、うんうん、刑事で言ったら、漆黒は ST に入るのがへそだったら 55% だけど、うん、電柱だったら 100%、うん、しかも、電柱だったら、うん、16ラウンドへそだったら、ね、7ラウンドかな、そのくらいだった気がします、6ラウンド、はい、7ラウンドですね、はいはい、振り分けがいいんですよ、うん、だからへそのそうじゃなくて電柱の価値っていうのはめちゃくちゃ高いんですよ、うん、はい、
なので、あの電池をしっかり貯めて終えましょうっていうのを僕は今日の、はい、授業として伝えたいポイントでしたね。気をつけまーす。ちょっと反省してください。気をつけまーす。反省してください。あ、でね、一個気になったの思い出した、はい、はいはい、あの刑事、うん、あるじゃん、じゃあ、あの ST 入りました、うんうん、で、まあ、100回転目にさ、はい、継続するしないのタイミング来るじゃん。違いますね、はいはいはい、うん、で、あの時に、うん、まあ、保留4貯めるのは分かるけど、はい、仮にじゃあそれで転落しますと、うんうん、言ったら通常画面戻って、ね、うん、保留4状態になると思うんだけど、はい、その、うん、その時に、うん、転落するかしないか分かるまで、うんうん、ずっと電サポ入れるで話したんだけど、そうですね、しましたね。あれの理由がいまいち分かんなくて。ああ、なかなかいい質問ですね。おお、ありがとうございます。はい、まあパチンコがうるさかったんで、ちょっとあんまりねしっかり教えることができなかったんですけど、うん、あの分岐で100、もしかしたらあの通常画面に戻るかもしれないですよね、うん、あの100万個の先元に移るんですよね、はいはいはい、でスルーを通して入れていけば、うん、100万個の先に行った数回転 2,3 回転でも電柱が開いてるんですよ。ああ、そういうことか、はい、だから 2,3 回転多くぶち込めるんですよ、電柱に。ない、ない、はい、得だな、それはな。そうなんですよ、うん、でその 2,3 回転はへその価値の、まあ、約2倍ぐらいあると思っていいので、うんうん、だからへそでいう6回転ぐらいを、西村さんは要は僕から見ると捨てちゃってるわけですよ。はい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 、そのチャンスをね。はいはいはい、なるほどね、確かにね、それはもったいない。もったいないですよね、うん、なので、100回転目の分岐ではあのただ打たないで見てるんじゃなくて、転落する可能性もあるので、なるべく電柱が途切れるまで止め打ちを駆使して打ち続けてくださいっていうのを言いたかったんですよね。そういうことね、はい、あれは どこまで打ったらいいの？どこ、あの、あ、電柱パカパカはいつまでするの？転落の場合。ここのランプ見れば、あの解放パターンが3パターンありますよって教えたのが分かりますよね。はいはい、うん、はい、まあ、それが途切れるまでなんですけど、うん、まあ、それは細かいので、あと1回電柱パカパカあるかなないかなっていうのは、うん、まあ、演出見ながらになっちゃいますね。うん、なるほどね。そっか、そこは臨機応変なんだな。そうなんです。うん、ただ間違いなく言えるのは、あのセグが、2つのランプのセグが点滅したら、必ず終わりです。はいはい、点滅、あ、消えたら、あ、消えたら、消えたら、うんうん、逆ですね、はいはい、消灯したら、はいはいはい、なるほどな。プラスちょっと教えると、101回転目以降はかなりもう急にあのその2つのランプが消えるんですよ、急に。だから僕が教えた、ランプの止め打ち方法は、うんうん、101回転目以降は、しっかり止め打ちしなくてもいいので、多めに弾にぶち込んじゃって OK です。それも101回で急に終わるので、はいはい、できる限り電柱を貯めて、終わらせたいんですよ。はいはいはい、うん、じゃあもうほぼ間違いなく、うん、100回転目転落しました100万石の酒、はい、うん、のその瞬間の時の話だよね。101回転目っていうか、なんていうか、うん、101回転目スタート時点の話だね、うんうん、の時にできる限り電池を貯めておきたいってことね、うん、今言ったのはプラスアルファで、101回転目に継続演出が続いた場合は、うん、いつもの100回転までの電サポの止め打ちじゃなくて、より多く球を打ってくださいっていう、うんうん、はいはいはい、臨機応変に。なるほどね。そうか、じゃあまあちょっとそれは画面見ながらやるしかないだろうけど、はい、とりあえず多くぶち込んどけって話だな。そうですね、そのタイミングでは、はい、だから継続して打てって話だな。そうです、うん、はい、であの2つのランプがすごい重要になります。僕はそこを結構凝視してます。うん、ずっと見てるもんね。うん、はい、という撮影わちゃわちゃだよ。そうですね、大変ですね、なかなか、はい、撮影もしてなかったら怒るので、まあそうだな、撮影しっかりしつつ、はい、ちょっと慣れが必要だな、あればね、もうちょっと打ちたいとこですね、うん、あと今日プレミアモードで、あ、ちなみにプレミアモードであれば、そのプレミアモードになるって知ってました？
全然あ、知らなかったですか、うん、あれレバー押すとねプレミアムモードなんですけど、はいはい、その方がもうすぐあこれ当たりかなっていうのが分かって、その刑事執行は基本的に弾増やすことはほぼ難しいので、うん、うん、へそ、あ、電柱の周りの釘を悪くしたりとか、うん、あとアタッカー上にあるおまけ昇級口ですね、うん、あそこに入らないことには弾が増えることはないので、うん、はいはい、あそこを閉めたりする傾向にあるので、うん、はい、まあ減らさない打ち方が大事なので、プレミアムモードだとすぐ止め打ちできてちょっと有利になるよっていう、まあ、うん、そういう細かいことを毎回言ってます、うん、毎回言われてます、うん、あれよね、演出の時は止めていいんだもんね、その話だと。それも臨機応変なんですよ、まさに。はあ、うん、演出なんか当たる演出の時はさ、セグ消えるでしょ。はい、当たる演出の時、101回転目以降の話はそうです。え、右打ち中、右打ち中、あ、消えない。100回転目までは消えないです。はい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 。100回転目は必ず当たりか、16ラウンドか外れる演出かどっちかわかんないですけど、うん、何かしら引いたらその2つのランプが消えます。はあ、そういう仕組みなのか。うん、1回転目は演出でしか判断できないです。なるほど、当たるのかどうかっていうのが、うん、そういうことか。うん、じゃあ止め打ちっていうか、うん、もう打ち出さなくなる瞬間っていうのはさ、うん、100回転以内の話ね、はい、で打ち出さなくなる瞬間っていうのは演出が来て、うん、まあ、長い演出になりそうだなっていう時は打たなくていい、はい、まあそう思っていいと思います。うん、僕はそこまで球が減らなかったなと思ったら、うん、スルーを枯らさない、枯らさないために、で基本的には2個2個打つんですけど、うん、演出発展したら1個打ちで、うん、スルーをなるべく通したりとかする時も臨機応変にあるっちゃあるんですけど、うん、はいはいはい、はい、まあ、スルー入ってないとねバカバカしたいもんな。そうなんですよ、演出終わったスルー入るまでの時間かかるとあれなんで、うん、だから結構そこは臨機応変な話になっちゃうんですけど、あ、まあでも演出発展したら止めるでいいと思います。あーはーはー、はい、 OK、 じゃあちょっとしばらくそうするわ。はい、慣れるまで。そうですね、うん、あと今日行ったの、あとが結構多くてあるんですけど、うん、西村さんに声かけに行ったのが、戦嵐中ラウンド中にプレミアが来て、うん、この電柱保留内で当たりが来ましたって演出が来たんですよ。ああ、はいはい、なったなった。はい、その時に西村さんに電柱貯めて当たりを迎えてくださいって言ったんですよね、うんうん、あれは何でか分かりますか。あれは何だろうね、まあ、うん、同じように、はい、ラウンド中に当たりがどうか分かる要素の一つになるから、うん、ああ多分違いますね。あ、違う、違う、はい、まあ、電柱消化した後へそ消化するんですけど、へそ落ちも当然あるんですよね。あ、だから、電柱溜まってないでへそを消化しちゃうとかなり振り分け悪いことになっちゃうので、はいはいはい、次の当たりをまた迎えた時に、だから一応電柱だけは全部4つ溜めておいて、うん、次の当たりを迎えるようにしてくださいっていうふうに。ああ、そういうことね、言ったんですよね。あ、理解。電柱へそ先じゃないんだね、へそ後なんだ。なんかへそが先に消える台なかったっけ。ああ、ありますよ、北斗もそうだ。小当たりラッシュ機は基本的にはそうなんですけど、うんうん、刑事は電柱優先なので、あ、だから、保留3つとかで当たったら、うん、もう戦ラッシュが始まったら、うんうん、戦ラッシュっていうか、まあ、確認時短が始まったらもうすぐに打ち出さないともったいないです、へそ落ちちゃうんで。はいはいはい、うん、そういうことか。はい、よくわかったです。で、僕は最初の当たりで、これも刑事のテクニックなんですけど、単発を引いた場合は、うん、例えば保留1で当たりました、うん、で今保留0ですってなって、うん、時短が残り40回迎えたら、うん、左に持ちます。え、そこで。はい、左右に打つんですよ。はいはいはい、なんでかっていうと、へそに保留を貯めれるんですけど、うん、右側だけ電柱を開きますよね、うん、だから弾があんまり通常時よりも減らずに左側を打つことで、うん、こっちからは電柱に入ってくれるので、うん、通常時よりもサポートを受けながらへそ保留を貯めれるんですよ。はいはいはい。でもへそに入る確率は変わんないよね。入る確率は変わんないですけど、電柱のサポートがあるんで弾のリターンがちょっと多くなるんですよ。へえ、そういうことか。
左右って言って電柱をサポートを受けながらへそくりを溜めておくと。なるほどね、うん、へえ。なんかあんま変わんないの感じするけど、そう変わる。いや本当に変わんないです。ほんのちょっとしか変わんないです。ああ、はいはいはい、はい、確認の時はしないですあの、まあ、へそ落ちだもんね。あ、へそ落ちとかじゃないんですけど、なんだろうな、かっこ、あの ひねり打ちしてるときに球が左に行っちゃうことあるじゃないですか、うん、あ、ね、技術的に、うん、はい、でそこに入左に打っちゃったって言って、うん、へそに入ることもあるので、うん、だからあの、まあ、角円だったら別に、やんなくていいかなって思う、左に形状に置いては、はい、だからそこも結構臨機応変なんですよ。はあ、ただこの間あの、まあ、動画編集もしてる最中かな、なんですけど、時短の残り3回ぐらいで当たっちゃった時は、うん、左のへそこり全部溜まっちゃってたんで、うん、それをやったことでひねり打ちが強気なひねり打ちができなくなっちゃったんで、はいはいはい、なるべく左に行かないようにする。はいはい、はい、確かに、うん、それも考えもんなのか。そうなんですよ、うん、ちょっと焦った感じで打つことになるもんね。そうです、だから最初からはダメです。最初から100回になったらすぐ左にへそ溜めてっていうのはしない方がいいです。うん、うん、そうだね、それは分かるな、はい、なんか、まあ、ちょっと僕にはちょっとあれだな、一個一個やんないとごちょってなっちゃいそうなんだけど、はい、まあ、ケージは右側だけなんでそこまでサポートを入れられるんですけど、はい、台によっては右も左も電柱が開くっていうの右打ち機種があったりするので、うん、例えばリング あのちょいパチっていうのがあるんですけど、ちょいパチ、はい、ちょいパチ分かりますか。あ、確率が30分の1とかなんですよ、答え確率が。ちょいパチだね、本当に、はい、ただまあ出たのがもちろん当然少ないんですけど、リングのちょいパチとかはあのかなりそれがもう1回転のやっぱり恩恵がめちゃくちゃあるんで、ちょいパチなんで、うん、全然チャンスあるんで30分の1当たるんで、うんうん、ポンポン当たるし、うん、その左右振り分け打ちをすることによってめちゃくちゃ、うん、かなりボーダーを下げれるっていう、はあ、もあったりします。はい、面白いね、奥深いね、パチンコ台ってな、うん、だからもう本当技術を磨けば、うん、もう素人でここまでやる人は絶対いないので、うん、そうだな、はい、相当の差がつきますよというちっちゃい技の積み重ねですかね、うん、ですって皆さん、はい、すごいな。もう今日の別に振り返り動画にしなくて一歩の動画にしてもいいぐらいですよまあ確かになまあ、そうだな。まあ、いつ編集するか任せますはい、はい、OK、あとなんか質問あったりしますか。質問、パチンコだよね、うん、なんだよパチンコ今日打ってて思ったな。まあ、そうだな、まあ、ガオガオキング、うん、なんか、あのさ、まあ、ひねり打ち効きますよって、はい、ウェブサイトの方に書いてあったんですよ。あ、うん、だからまあちょっと何回か試してみたんだけど、はいはいはい、まあ、1個も入んなかったのね。あ、はい、なんなら普通に打ってる方が入るじゃんっていう感じだったんだけど、うん、たまにね、はいはいはい、うん、あれなんつうの、ああいう情報ってのはさ、うん、その各雑誌社、そのサイトの管理者が、うんうん、独自に調べて独自にこれがいいと思った情報を流してるのだと思いますね。うん、おう、メーカーから発表されてっていうのはほとんどないと思うんですけど、うん、はい、なんかさ、その、まあ、結局自分で打ってね、これがベストだなって、うん、多分見極めるのが一番いいんだろうけどさ、うん、どのデータ、どの情報を信じたらいいかがいまいち分かんなくてさ、うん、ボーダーにしてもそうじゃん、うん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 、何がどうなってんだろうなっていう、うん、まあこれの中できもまあ確かにね、うん、それはやっぱりいくつか見ていくしかないですね。サイトによっても違うので、うん、はい、うん、まあガオガオキングで言えば僕もひねりちょっと難しかったなっていう感じですね。北斗セブンみたいな、まあ、イメージなんですけど、栗が結構上の方にあるので、うん、引っかかっちゃうんですよね、上に、うん、そう、だから僕は途中からへそ保留が、まだ空きがあるあったらひねりして、うん、へそ保留もうマックスになっちゃったら、カウント止め打ち、うん、まあ、10個目くらいで1個オーバーにしようするぐらいの感じで止めるっていうのをしてましたね、うんうん、
そんなことしてたんですね。はい、この間してました。これもう1個2個ぐらい多く流れるぐらいで止めてたね。うん、ガオガオガオ、それでもガオガオに返したらいいと思います。うん、はい、うん、まあ今とこそんなもんかな。また随時質問します。はい、はい、また今日もレベルアップしたようで、うん、はい、これ毎日やってたらあれだね、見てる人もねダメになるね。そうですね、うん、はい、ちょぴっとコースじゃないけどね、うん、はい、はい、そういう感じです。何、はい、か聞きたいことあったら何でも聞いてください。はい、はい、ぜひ24時間受け付けてますんで、はい、いつでも返してくれます。即レスすぐ返してくれそれは約束しませんけど、はい、そう、はい、はい、じゃあまた、はい、ありがとうございました。そうした、バイバイ。チャンネル登録してね。